長。おい。おはようございます。川瀬のさんです。はい、今日はですね、家庭菜園のハウスにミニトマトを植えていったんですけど、品種は TY 地下です。はい、でもうね、ハウスの中がだいぶ暑いので、このカーテンとか防風ネットとかを張って結構ね遮光したんですよ。はい、で植える前に、植える前日になるべくやっておいた方がいいことがあって、特に暑い時期とか、はい、でそれが何かというと、まあ、まずはね、やっぱり土を柔らかくしておくこと、はい、やっぱり後からね、植えてから土をほぐすってなかなかできないので、で水とかを与えていくとどんどんね土が固まっていくんですよね。はい、だから先になるべくね、植える前に耕運またはね土を柔らかくほぐしてあげるといいんじゃないかなと思います。根っこが張りやすくなると思います。と、もう一つは、植える前日にこの土をね、もう湿らせておいた方がいいんですよね。その日ではなく、植える前日ぐらいじゃないと、あの全体的に水が馴染んでいかないので、土が乾いてるとね、水を弾く場合があるので、だからなるべく前の日に水を与えて馴染ませておくことによって、根っこにとっていい状態の土になっていくと思うので、まあ、初めての方とかよかったら参考にしてみてください。はい、ということで、またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。